もしもし、かほこです。ああ、皆さんごめんなさい。挨拶を変える変えるって言って全然変えてなかったです。一番人気の挨拶をこれから使っていくっていう風に言ったんだけれども、ってなんか24歳になる私がやるのはちょっと恥ずかしいなっていう風に思って、ごめんなさい。2番人気の、プルプルもしもしかほこです。を採用させていただくことになります。でも気分がプリンセスの時は、を使っていこうと思うので、それは2つこう使い分けてやっていこうと思います。なのでサブ挨拶はハハハハハになるので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今日は何をするかっていうと、あのですね、今日はおばあちゃんにドッキリを仕掛けていくんだけど、何をするかっていうと、タトゥードッキリを仕掛けていこうと思います。で、私自身タトゥーに偏見とかは一切なくって、かっこいいなって思うし、ビビリじゃなかったら入れたかったんだけれども、私すごい痛いのが嫌だから、今回は自分でね、アイライナーで描きました。じゃーん、てててれー、どう、リアルじゃない？最初にね、痛いって痛がってる姿をおばあちゃんに見てもらって、それで最後にタトゥー入れたんだっていうのを報告していこうと思います。 Yes! わお、月出し、高源氏の勝ちです。今日も落ち着いていました、高源氏です。何？痛い。どこが痛いの？痛かったら病院行ってこなきゃダメでしょ。どこが痛いんだから教えて。お尻？おっぱい？違う。お尻痛いの？どこ？腕が痛いの？どこ？左腕。怒る？怒らない。汗かいてる。どうしたのって、だからどうしてって。あら。嫌だねー。したの。もう痛いよ。泣いたの。ゆうこに言えないね、それ言えないね。怒られるよ。怒られる？蝶々の柄だったら可愛かった？うん。誰に入れられたの？そういう人。痛い。この頭と仲良く見合えるの。やだ、私そんな気持ち悪いからやだ。でもうまいよね、入れる人。うまいね、カホ入れたの。痛い。私そんなの大嫌いだもん。はい、ドッキリ大成功。ということで、この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。はいよ。イエーイ、最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。また見てください。バイバイ。バイバイ。